シモイオは、モザンビーク中部のマニッカ州の州都。2016年の人口は32万4800人で、同国第5位の都市である。ベーラからハラレーの鉄道の駅があり、ジンバブエ国境から約95キロメートル離れている。標高は、約750メートル。アラブ人が、金闘を求めて、モノモタバ王国と貿易を行った。1572年。 ポルトガルのフランシスコ・バレットが初めてモノモタバ王国を威力偵察した。1891年、ポルトガルが主に農業植民地を作るためにモザンビーク会社を設立した。1893年2月24日、ポルトガル人が現在のシモイオの近くにフランシスコ・バレットにちなんでバレット村を建設した。ベーラ港からの鉄道の終点であり、都市が発展した。 1897年末、鉄道がバレット村を経由して、ジンバブエに到達した。1899年、モザンビーク会社は、地区司令部をバレット村からシミアラに移転した。この町は後にマンディゴスに改名された。1910年、ポルトガル総督のジューペアリーデ・リンドがマンディゴスに訪れた。1916年7月17日、マンディゴスは、 ジョーペアリーで林道にちなんでペリー村に改名された。1920年、初めてのホテルであるペリー村ホテルが建設された。1928年、サッカーチームの GDR テクスタフリカが設立した。1944年、ポルトガル面下会社が建設された。1948年、初の小学校であるカルダス・シャビエル小学校が建設された。 1969年7月17日、ペリー村は死に昇格した。同年、GDR テクスタフリカがモザンボーラで優勝した。同年、ビンガ山にちなんで高山映画館が建設された。1974年、モザンビーク独立戦争で、モザンビーク解放戦線がポルトガルにとって重要である、ペリー村を砲撃した。 ペリー村は独立戦争で解放戦線に攻撃された唯一の大都市であった。同年、ポルトガルでカーネーション革命が起こり、モザンビークは独立を認められた。1975年1月12日、ペリー村はシモイオに改名された。1977年5月30日、モザンビーク内戦が始まり、シモイオは停滞した。11月23日、 ローデシア紛争の中で、ローデシア軍が、ジンバブエアフリカ国民解放軍に対して、リンゴ作戦を実行した。この事件は、シモイオの虐殺とも呼ばれている。1992年10月4日、内戦が終了した。2000年代のジンバブエの政治的、社会的危機の時には、シモイオは仕事を求める多くのジンバブエ人の目的地になった。ありがとうございます。